栗田秀夫は、日本の商人、実業家、総会や、元衆議院議員、美術評論家、中央大学法学部中退、栃木県足利市の合商出身。復員後の1946年、第22回衆議院議員総選挙に、栃木県全県区から諸派扱いで、初出馬したが落選。 翌1947年の第23回衆議院議員総選挙では、新設の旧栃木県第2区から民主党公認で立候補し、初当選。政界進出と同時に、栗田政治経済研究所を設立した。在職中、栗田の拠出した金が、汚職に用いられた疑惑が持ち上がり、1948年の不当財産取引調査特別委員会で、 承認喚問された。この時、同僚議員が、石油購入代金として100万円がしたが、金の使途について指示していないと答え、質問者の中野白委員が、半年前の初当選時に知り合ったばかりの人物に、大金を貸せるのに、自分の党には一銭も献金していないのはなぜかと、質問したが、栗田は、申し上げることはありませんとだけ述べている。 同1949年の第24回衆議院議員総選挙で落選し、自らの事業の傍ら、財閥解体の混乱に乗じて、プロ株主活動を本格化させた。1952年の第25回衆議院議員総選挙では、改新党に移って返り咲き、続く1953年の第26回衆議院議員総選挙でも、再選。電気委員。 経済安定委員、行政監査特別委員、予算委員など歴任し、独占禁止法改正案を手掛けた。迫力ある言動で知られ、田中角栄を呼び捨てにできる数少ない人物だったという。1955年の第27回衆議院議員総選挙は、改新党の後進日本民主党からの出馬になったが、時点で落選。 続く1958年の第28回衆議院議員総選挙では、保守合同により自民党公認になったが、連続落選し、政界引退した。下野後は、栗田政治経済研究所を足場に、理論派総会屋の巨海として君臨。栗田先生へのご挨拶なしに、総会は明けないと恐れられるほどの牽制を誇り、多くの企業の検査役、顧問を務める傍ら、 勝利期末太郎泣き後の日本テレビ、粉飾決算事件等で有名を馳せたが、元大義士の意向もあって一度も摘発を受けずに済んだ。その一方、今里、鍋島の収集に超人的な情熱を注ぎ、コレクションの一部を1968年東京都、中央区の栗田コレクションルームで一般公開し、1975年には、 地元足利市に3万坪の敷地面積を誇る栗田美術館を開館したが、これらの趣味に投じた資材は当時500億円とも言われた。1993年、足利市の自邸を財団法人栗田美術館に寄贈し、栗田秀夫記念館として公開していたが、2005年に収蔵品を栗田美術館に移転し、記念館は閉館した。ありがとうございます。